はい、ただいま録画を、開始いたしました。肖像権の問題で録画されることを希望されない方は、カメラをミュートにしていただきますようにどうぞお願いいたします。はい、それでは最初にですね、チェックインとして、チャットボックスにですね、皆さんのクラスに漢字圏の学習者がどのくらいいらっしゃるかをちょっと一言で、すみません、お書きいただければと思います。なおチャットボックスの内容は、録画されませんので、はい、個人的な、例えば今住んでらっしゃる場所とかを書いてくださっても大丈夫です。はい、はい、それではですね、皆さんがチャットボックスに書き込んでくださっている間にですね、いくつかお知らせとお願いがございます。まず最初に技術的なトラブル、これいつも申し上げていることですが、Zoom ではですね、カメラが映らないとかマイクがちゃんと音を拾ってくれないということがよくあるんですが、その場合は USB でマイクやカメラが接続されている場合は、その USB を一度抜いてからまた差し込むと問題が解決されます。されることが多いですね。それでもダメな場合は、一旦右下の、会議室を出る、退出する、もしくは Leave Meeting というボタンを押して、このルームから出て、もう一度入り直すと、ほとんどの問題は解決されますので、よろしくお願いします。本日の予定なんですが、まず最初に、すいません。最初に20分程度ですね、小室先生からお話を伺います。でその後ですね、20分程度、4人くらいのグループに送られて、感想をシェアさせていただきます。あ、ちょっとですね、今、皆さんの声を、ミュートさせていただきますね。はい。はい、今、皆さんの音声をミュートさせていただきました。はい。で、まあ、20分間、意見交換などしていただいた後で、最後にまたこちらに集まっていただいて、全体の質疑応答とさせていただきたいと思います。はい。で、この、すいません。はい。チャットボックスずっとありますので、そこにコメントや感想なども書いていただいても結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい。それではですね、早速、小室先生からお話を、伺いたいと思います。小室先生は、現在、トロント大学の東アジア研究科の准教授として、教壇に立っていらっしゃいまして、今年の4月1日に、中国語母語話者のための漢字語彙研究、語彙知識を生かした教育を目指して、という、ご著書を出版されたばかりです。で、今日はですね、半分ぐらいの方がカナダ以外のところからアクセスしていらっしゃいますので、ちょっとカナダのご事情をご紹介しますと、カナダは非常に多民族な、国家で、クラスの中でですね、漢字圏の学習者とそうじゃない学習者が一緒にいるというのがもうごく普通に多くて、それで困ってらっしゃる、まあ、レベルがあまりにも違いすぎるので、漢字のですね、困ってらっしゃる方も、先生も多いという背景があります。で、そういう時に、たまたま、すみません、小室先生のこの本が、出版されたので、本日はですね、小室先生にぜひ、専門的な見地からお話を伺いたいと思っております。はい、それでは小室先生、どうぞよろしくお願いします。ただいまですね、ちょっと小室先生のミュートを外しますので、少々お待ちください。ですね、はい、今、小室先生のミュートを外すことができました。どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。すいません。シェアにする、今シェアにしたらいいんですよね。はい、そうです。すいません。あれ大丈夫ですか？あ、今、はい、出てきてるところですね。はい、はい、今、Windows の、多分、セカンドモニターの、あ、はい、今、プレゼンが出ました、はい。はい、よろしくお願いします。すいません。はい、皆様、はじめまして、また、こんにちは。今、村上先生にご紹介いただきました、小室リーと申します。この漢字圏の学習者は何を知っていて何を知らないのかという、まあ、すごく壮大なタイトルで、20分では、お話しし尽くせないということを準備しだしてやっと気づくという、ドジなことで。ですので、すいません。今日は、いただいたお時間の範囲で、できるだけ具体的な話を、内容を絞ってさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、では、皆様に、事前のアンケートで書いていただいたものを一緒にちょっとご紹介したいと思います。見たいと思います。今参加してくださっているのが、こういうふうな分布になっているようです。全くこのゼロですね、漢字圏の学習者がいらっしゃらない
ところの方もいらっしゃるようなんですが、75% ぐらいは、漢字系の学習者が、まあ、1人以上いらっしゃるという、赤とブルーのところはかなり多くの数の学習者に日々、こう向き合っておられる先生方ということが分かります。私もこの辺にいるので、今日は皆さんにいろいろなこうお話を伺うのも私自身とても楽しみにしています。よろしくお願いします。で、皆様に書いていただいた、指導で扱った漢字語彙指導で扱っている項目というのをまとめてみました。複数回答可能でしたので、45名の方が、書いてくださって、こういう棒グラフで示すことができます。漢字の、3年ですね、軽音義というので分けてみたんですけれども、ちょうど半分がこの点線ぐらいになります。で、これを見ると、音、読みに関してと、義、意味に関して、意味用法ですね、語義用法に関してはかなり多くの方が、授業で扱ってらっしゃるですが、表記、形に関しては、半分、または半分、以上の方が、あまり授業では使ってないという、お答えが、見られます。で、実はちょっと面白くて、これ45名の方々の結果なんですけど、昨日の時点で実は20名ぐらいの方が回答してくださっていたので、それでこういうグラフを作ってみたところ、ほとんどこの今回の50名ぐらいに増えたのと、分布の形が変わらなくて、こういうのが傾向なのかなっていうのが、分かって面白いなと思いました。で、では、それぞれがどういうところで指導が困難だと思われているかというのを本当にたくさん書いてくださってありがとうございました。で、一人一人のも見せていただいてお話しできれば本当にいくらでもお話しできるんですが、とりあえず、あと、大まかなところを並べてみるとこうなりました。上から軽音義というふうになっています。で、いくつか、例えば、取り上げてみますと、中国語と日本語の漢字の違いに注意払ってない。で、注意払ってないというか、もしかしたら気づいてない、気づけない学習者が多く いるというふうに、考えてみ、てはいかがでしょうか。明らかに私たちの方は、まあ、教師の側はここが違うっていうふうに見て、るんですけれども、学習者の方は同じようには見えてない、または気づいていない、またはこちらが全然それは気にしなくていいのにと思うところに気になっているっていうことが往々にしてあります。で、見てわかるのに書けないっていうのも、これは母語話者、日本語母語話者の私もそうなんですけれども、結局見てわかる感じ。が全て書けるわけではなくて、漢字系の学習者でも同じだと思います。で、さらに彼らにとって違うのは、状況をややこしくしているのは、例えば大陸、中国大陸の学習者の方について考えた場合に、簡体字、まあ、漢化字って言われるんですけれども、もっと簡単になっているものを使う。でも、日本語の漢字には、もう少し難しい、旧字体に近いもの、旧字体に、すいません、言い方が悪いですね。台湾や香港で使われているような、昔の漢字に近いもの、が日本で多く使われているという現状があります。で、大陸の人たちっていうのは、それを見てはわかるんですけれども、じゃあ書けるかってなると、書けないということが多いにしておく。ということで、自分たちが普段使っている漢字でも見てわかって書けないというものもある上に、そういう状況もあるので、簡単にはやっぱり見ても書けないっていうのは仕方がないっていうか、それを踏まえて、こちらも指導の必要があるというふうに思っております。で、音に関するものは、正しくは読めないですね。で、正しく読めているかもわからないという、とんでもないあれですけれども、振り仮名を、打たせてみたり、または、完全にひらがなで書いたものを、直させたり、漢字に直させたりしたときにいかに書けてないかということで、この辺は見えてきます。すいません、今日は音に関することはあんまりちょっと触れられないんですけれども、これに関しても、どういうふうに指導ができるか、どういうふうな
ことに気をつけないといけないかっていうのは、大きなトピックとして漢字教育にはあると思います。ただ、台湾の、研究者の方がされた研究で、台湾、日本ではなくて台湾の学習者、台湾在住の台湾人の大学生を対象にされた調査で、やはりその日本語を普通に話している環境にない場所では、往々にして漢字の、まあ、字を見て読みはすっ飛んで、意味と結びつけている傾向がすごくあるというふうに、研究が出て、研究成果が、発表されています。ですので、例えばカナダでも同じような感じの傾向が見られるのではないかというふうに考えています。で最後の義ですけれども、こちらは、このようなことを皆さん、思われていて、分かったような気になっているっていうのは、本当に思うんですが、ちょっと距離を置いて考えた場合に、分かったような気になっているのは学習者だけだろうかと、実は私自身、教師自身も彼らが分かっているというような気になって、あ、大丈夫ねっていうふうにどんどん次に進んでるんではないかっていうことが常に自分に問うている、質問です。で一番最後はすごくこう勉強しないんですっていうふうに書いてくださっていて、漢字の勉強は不要だと思ってる、だから勉強しないっていうふうに書かれて、まさにそうだと思います。必要がないと思ってれば勉強はしないので、でも必要ですよね。で教師の方が結局何が必要か、どうして必要かっていうことをやっぱり彼らにこう納得いくように提示できないと、やっぱりいらないとか、別にそんなにやらなくてもいいっていうふうになってしまう。なので必要はあるので必要性を感じてもらう指導をしたいなというふうに思っています。はい。で今日は時間がないので、議員を少し、それから形のことをすごくたくさん書いてらっしゃる方が多かったので、形の話をしたいと思います。はい、では、義の方から。で、いわゆるまあ意味ですけれども、もうこれを見て、ああ、と思われていると思いますけれども、漢字の中国の言葉と、それから、すみません、最初にお断りをしていなかったのは、漢字圏っていうふうにタイトルにはつけたんですけれども、漢字圏っていうと確かにいろいろなこう広く捉えるか狭く捉えるかっていろいろあります。で確かに広く捉えると韓国とか、またそれこそベトナムとかも入るんですけれども、今日お話しするまあ大きなところは、中国語母語話者、それも大陸の方という視点でちょっと話をさせてください。で、まあ、例えば、なので、これについてもちょっと中国語なんですけれども、中国語と日本語とのこの意味が大きく違うものっていうのは、よくエッセイなんかでも書かれていて、多分皆さんもこういうのはご存知だと思いますね。手紙はトイレットペーパーだとかそういうやつですが、でも、こういうふうに語義が大きく異なるものっていうのは、実はあまり学習という意味では、習得という意味では問題になりません。もちろん知らないと、とんでもない解釈をしてしまうんですけれども、でも実際こういうのは、教師も学習者も違いに気づきやすいですし、あまりにもこうかけ離れた意味だったりすると、もうそれがこうインパクトがあって、記憶にも残る、次出てきたら間違わないっていうのが、よくあります。なのでくせ者なのはそういうのではなくて、こういうタイプです。語義用法に共通点が見られる、似ている、またはオーバーラップするものがある、または品質だけが違う、まあ、自動詞とか他動詞が違うとか、そうなってくると、本人も気づきにくいし、こちらも気づきにくいっていうような点があります。と例えばこれ、実際の例なんですけれども、実際に学習者が書いたものなんですけれども、全部の使い方が、おかしいですよね。ただ中国語では、日本語でなぜかというと、もちろん皆さんお分かりの通り、全部っていうのは人を表す言葉ではなくて、ものであったりコンセプトになります。でも中国語ではこれは全く問題がない。ですが、こういうふうにすごく似ていてダメな部分がある。とか、もう次の例は声ですけれども、A の方は明らかに違うのが分かっていただけますが、B は実は、私が最初これ読んだときに、本当って思ったんですね。実は私、家族が中国の、
ものなので、中国の人とご飯を食べることはしょっちゅうあるんですけれども、いやた静かには食べないでしょうと思って、とっても賑やかだし、おしゃべり大好きだし、日本人は大きな声出すかなって思って、よくよく考えてみると、あ、これは声を出すんじゃなくて音を出すって言いたいんだな、麺をズルズルすするってことが言いたいんだなっていうことが後になって分かりました。ということで、こういうふうに、だから中国語では声が結局声とか声音って書いたりするんですけれども、それで声も音も全部含むんですね。でも、学習者は日本語もそうかなと思って使うし、私たちはなんとなく意味が通じるし、これこういうことって思ってしまいます。なので学習者も、教師も気づきにくいのがこういうオーバーラップするようなものです。でさらにその意味だけではなくて、コロケーションという問題も意味について、意味用法、語義用法については問題になってきます。コロケーションというのは結局どういう言葉と一緒に使うか、使われやすいか、またはもうカチッと決まっているかということですけれども、例えば、この最初に挙げたブルーの言葉は全て中国語でも同形同義と言われるような同じ意味なんですけど、一緒に使う言葉がかなり違います。一応中国語を、括弧の中に書いたんですけれども、雨は例えば降るであって落ちるとは言わない、止むも止まるとは言わない、もうこれは止むでないとダメだとか、傘は差すもので、持つものじゃないとかって、そういうようなことですね。でこういうのは母語話者にとってはもうすごく当たり前なんだけれども、外国語として学ぶものにとってはやっぱり新しいことだし、応用がなかなか効かないという点で、さらに母語で特別な事象を表すことでないので母語の影響を受けやすいと言われています。で、天気が寒いというのはなぜ何が挙げたかと言いますと、結局日本語では天気が寒いとか天気が暑いとかは言いませんよね。でも中国語ではこういう天気が寒いとか暑いっていう方がすごく真っ当な言い方になります。なのでこういう組み合わせとかも、これも漢字、広くは漢字語彙を教えていく上ではやっていかないと、独学ではなかなか学べない、領域になります。似たような例もいくつかあるんですけれども、まあ、ちょっとここは、時間があったら戻ります。はい。ということで、語義ですね。用法に関しては、その単体でどういう意味かっていうのではなくて、少なくとも言葉の単位で、そして言葉をどう使うか、そしてそれがどんな文脈で使われるかっていうことを考えていかないと、なかなかもちろん定着もしないし、理解もできない。というのが、学習者の方のを見ていて、見えてくることです。で、形については、皆さん本当にやっぱり中国語の文字を書くのがものすごく気になる方と、あまり気になれませんという方がいらっしゃるということも、今回皆さんに書いていただいて分かったんですが、まあ、多くの方は気になる。で、じゃあちょっと実は学習者はどう思ってるかということを調査した方がいます。向井さんっていう、方なんで、向井留美子さんっていう方が、日本にいるこれは中国語母語話者に、調査をされた結果なんですけれども、149名の学習者のうちの、例えば時系指導、いや時系指導っていう彼女は使ってらっしゃるのは、いわゆる形について指導を受けたことがないっていう学習者が結構いる。で、これは日本でも、例えば、母国でも同じ、だという、結果です。で、イケージっていうのは、日本語と違う漢字というふうに理解していただければいいんですけれども、これを知っている必要があると思っている学習者は、これは本当にたくさんいることがお分かりいただけると思います。で、その理由は、正しい日本語をやっぱり勉強したい、学ぶんだったらきちんと学びたいっていう学習者がやっぱりたくさんいる。というのが、一つの実態として、観察されています。皆さんのアンケートを拝見していたときに、あんまりいると思ってないとか、反対字でも、中国語の漢字でも大丈夫だと思ってるみたいっていうふうな記述をされていたんですけれども、確かにそういうふうな学習者もいるとは思うんですね。で、また、そういうふうに思ってるように見えるかもしれない。でも実際に本当に聞いてみると、日本語を
すごくちゃんと勉強したい学習者の方っていうのは、やっぱりきちんと勉強したい、きちんと学びたいと思っている方がたくさんいるというのが、現状です。で、彼らが心配しているのは、漢字の誤りを見て日本人はどう思うのかっていうと、こういうやっぱりネガティブに思っている。だからですね、日本人はこういうふうに思うと自分は思うっていうふうに、答えているんですけれども、やっぱりそういうのを心配している。ですが、面白いのは、まあ、日本人は多分気にしないだろうっていう、とっても楽天的な、人たちもたくさんいるのはいるみたいです。で、じゃあどうして間違っちゃうんですかっていうことに対しては、やっぱりうっかりしてしまうとか、まあ、そこまで問題にはならないだろうと思っているとか、まあ、そもそもどんな、何が違うのかわからないというような、ことが挙げられる、ことがわかっています。で、この向井さんは、日本語母語話者に対しても、調査を行われました。これは日本語の先生ではなくて、完全に日本語、教育から離れてらっしゃる方々です。で、そうすると、中国語の、まあ、特に簡体字、日本語と大きく違う形のものが混じる文章に、やっぱり違和感を覚えますと。で、日本語を使うべきだと思う。でも、まあ、問題ないんじゃないと思ってる人も結構いるのが、いるということも分かっています。で、ただ、その、どういうふうに思うかっていうのは、その、各文書が公的かどうかでかなり揺れるものだというふうな認識があります。やっぱり公的なものであれば、より公的なものであれば、きちんと日本語の文を書いてほしいというふうな、意見になっています。で、また、日本語ができれば、例えば日本語のレベルが上級であったり、すると、字形なんかも正しく書けて当たり前でしょという認識があるようです。したがって、せっかく日本語がすごくできるのに、漢字がちゃんと書けないばかりに、その学習者全体のマイナス評価につながってしまうということが、観察されています。とても残念なことで。で、こういうことをこうなんだよっていう話を私は自分の学生者に話すんですけれども、だから、まあ最終的にどうするかはあなたたち次第だけれども、こうなるのは残念じゃないとか、こうなると悔しくないとか、日本で何か、例えば仕事がやりたい、生活がしたいんだったら、ここを考えてみたらいいんじゃないっていうような話をして、まあ最終的には、まあ本人が決めればいいというふうに私は、やっています。で、じゃあそもそも、漢字の字体ってどう違う？何が違うっていうのを、多分皆さんご経験でもう分かってらっしゃると思うんですけれども、で、また中国語を、話される方ですとか、中国に住んでらっしゃる方なんかにはもう釈迦に説法なんですが、ちょっと私は日本語教育に足を踏み始めた、踏み入れた頃には、ほとんど知らなくて恥ずかしいことに。で、日本語と違う漢字を見ると、もうなんか中国の漢字書かないでとか、それ中国の漢字でしょとかってなんか決めつけてたんですね。でそうすると学習者が、そんな、そ違う、僕こんな風に書かないとか、いや違う、それ中国の漢字じゃないとかって何言ってんのってことだったんですけど、勉強不足であるということがよくわかりました。なのでちょっと字体を見ていきます。先ほど申し上げた漢字圏っていうのを大きな括りで考えた場合に、こういう国地域が入ると思われるんですけど、かつては後期辞典体と言われるもので、ほとんど統一というか共通していました。後期辞典体っていうのも皆さんよくご存知かと思うんですけれども、いわゆる、後期帝という方が編纂された18世紀の初め頃ですかね。こういうものです、実際は。で、こういうもので、例えば、歯だったらこんな風に並んでるんですけれども、で、日本も、明朝体の活字っていうのの設計は、彼に寄っていたんですね。ですが、戦後、大量の漢字、どの国も地域も大量の漢字を扱っているので、これでは、社会生活に支障が来たされるということで、文字改革をしたり、文字の整理をし始めました。村上先生、すいません。20分ぐらいになってしまったんですけど、あと5分ぐらいいいですか？大丈夫ですか？はい、はい、はい。よろしくお願いします。じゃあちょっと、はい、巻きます。はい。それで、後期辞典体というのが、台湾とか香港とか、韓国とかっていうのは、それでも、ほとんどあまり変わらない状態で現在に残っています。もちろん違う、少し変わったものもありますけれども、共通するものがかなりあります。でも日本は
東洋漢字表というのを作った時点でかなり変えてしまいました。例えば歯は中がこういうふうに歯ではなくて、米になってしまいました。中国の場合はさらに、変わってしまいまして、人を食うようになってしまいました。というので、こんなふうにいろいろ変わって、地域によって変わってしまったというのが現状です。で、これも、例えばこんなふうに日本と中国だいぶ違う。台湾、香港、韓国、まあまあ同じってなってればいいんですけど、そうではなくて。どうなってるかっていうのを調べた方がいらっしゃいます。これは日本語教育される方にはもしかしたらとても役に立つものかと思うんですけど、安岡さんっていう方が作られた各地域の、字体を並べたものです。印刷字体です。ただで、例えば説明の説であったらこんな風な違いが見られます。中っていうのは大陸だと思ってください。台湾、香港でも違うものがあります。これのこの漢字の場合は全部が違いますね。東になるとここが同じですかね。体だと、こっちの3つの地域はこうですが、日本と中国は簡単な、こういう字体を採用しています。ですね。漢字の漢も、中国は大幅に変わってしまい、日本とあとの3地域ではかなり似てるんですけども、でもこの辺が違うというふうになっています。このようにバラバラです。ただ、こういうふうに、ただちょっとだけが線が違うとか、一部が違うとかになってるだけだといいんですが、実は地域の文字の対応関係というのは実はもう少し複雑で、例えばこれは発ですけれども、まあ、6つの地域一緒でここ一緒ですね。ただこれが問題なのは、中国大陸は、髪の毛の場合もこの同じ字体を使おうというふうに、決めてしまって、こういうふうなことが起こっています。なので日本では日本語ではこういうふうに2つの漢字で使い分けるものが、例えば大陸の人たちっていうのは同じ文字として習っている。だからこの使い分けっていうのを学ばないといけないということになりますね。まあこれぐらい意味の違うものだったらいいんですけれども、例えば複雑の複と復讐の中国の人は同じ。機械になるともっとちょっと混乱が起こっていて、中国以外は全部この機械の気を使うんですけれども、中国はこの机という漢字を使います。でも実際この机には全然机の意味はなくて、日本語では机を使うんですけど、机、デスクはデスクですけど、他の地域はこんな風になるというふうになります。で、すいません。これちょっと飛ばしますね。で、ただ、そういうことになっているのは中国だけではなくて、日本も同じようなことをしています。例えば、ベンっていう漢字は、日本以外の地域では、全部の使い分け、こういうふうにいろいろ使い分けをするんですが、日本の場合はこの弁で代表させてしまったがために、そのあたりの弁別がそれこそできなくなっています。はい、というのが、現状です。じゃあ、大陸の人たちはこれを見てどういうふうに思うか、だからどういう文字がわからなくなるかということなんですけれども、例えば、日本語と中国語が同じ字体を使っているものは、まあ問題ないですね。これは意味は置いといてなんですけれども。でも、こういうふうにちょっと似ているものは、ちょっと気をつけて覚えないといけないと。でも、ここが違うよっていうことを、分かれば。でも、こうなってくるとかなり違いますね。でも、この人たちは、こっちの漢字を見て分かることが多いので、これが分かる人はここの部分を気をつければいいということになります。ただ、こういうふうになってくると、またさっぱり分からない。日本の漢字は、一から覚えないといけないというふうになってきます。なので、こういうのは完全に書ける。これはまあ見てわかる。でもこれになるとわからないみたいになる。で、それをちょっと私は初級の語彙について調べてみたんですけれども、どのぐらいの割合でっていうのを見ると、こんなふうにわかる。本当に書ける。自分が使っているのと同じなので、わかるというものが、これ6割ぐらいですかね。多分その形がちょっとだけ違うとか、反対字と同じだから分かるっていうのがこの点。本当に分からないだろうっていうのはごくわずかになります。でも実際これが書けるかになると、やはり少しでも違っていると書けないので、こういうのが分かるけれども書けないっていうのが背景に、あります。はい。ただ、実際、すみません。皆さんも、私たちも、私含め、その日本語教師も、じゃあ、どういう文字を教えたいと思っているか、それがどんなふうに中国語と違っているのかっていうところなんですけれども、それに関しては、じゃあ、ここ触りだけいきますね。例えば、保存するの方とか、女とかって皆さんはどんなふうに書かれますか？で、これは、
日本の文化庁、文科省の下にある文化庁が、やった調査なんですけれども、世代によって何を正しい、何を規範だと思っているかっていうのにはすごく違いがあるという結果が出ています。例えば、これは、この左側の保険でなきゃいけないと思っている人は、若い世代に多く、年が年配になると減る。こっちでなきゃいけないと思っている人は逆です。女になると、ここが突き出ちゃいけないと思っている人は、これですね。こっちのグラフなんですけれども、この50代ぐらいはピークなんですけど、結構少なめ。で、こっちでなきゃいけないと思っている人は、こういうグラフになります。でも実はこれ、どちらでもいいんです。手書きという意味では。同じような調査が、こういう他の漢字でも行われましたけれども、これ両方ともどちらでもいいんです。手書きとしては。でも、どちらかしかダメだと思っているっていう人が、これがどちらでもいいの部分なんですけど、圧倒的な数になっているということが分かっています。それで、こういう現状が今日本の国語教育に、国語教育というか日本の一般の人たちの間であって、それを整理しましょうということで、文化庁が、おととしですかね、こういう本を出して、地形に関する整理をし、いわゆる活字体と、手書きとの違いでなんかをこうリストにしています。で、一つだけお見せすると、例えば私が申し上げたいのは、あと活字を見ると、例えばこれはこういう感じなんですけれども、明朝と、明朝がすごく手書きと違うというのは多分もう皆さんご存知で、よく教科書体を使いだと思うんですけれども、実はそれ以外にもこういうのがレパートリーとしてあって、こんなのも全部 OK です。間違いじゃありませんと。で、こういうような、ものの中には、実際に中国の人たちが書いている漢字で、全然問題のないものがここに入ってくるんですね。例えば、新しいっていう漢字でしたら、こういうふうに書かれる場合が多いと思うんですけれども、全くこれは問題がない。木でなきゃいけないっていうわけではないっていうことを、一応、文化庁の、文字に対する指導ということでは、言われています。で、実はこのなどっていうのを丸でしたのは、実際ここにあるだけではなくて、他にももっと手書きでは許容できるんだっていうふうな、ことが言われています。なので、これは日本人に対する国語教育なんですけれども、外国の人に、いわゆる、外国語として教える日本語教育に、じゃあどういう字を教えるのか、どれを覚えた方がいいよっていうふうに指導するのかっていうのも、一度自分自身を振り返ると、いろんなことが見えてくる。かもしれないというふうに考えています。すいません、時間超過しましたが、一応ちょっとここで終わりたいと思います。はい、それでは加納先生、はい、ありがとうございました。はい、すいません。はい、いい。じゃあ、皆さんですね、これからいろいろご質問になりたいことがあると思いますので、じゃあ最初に1点だけちょっとチャットボックスで質問があったんですが、はい、お話の途中で確か形と意味が分かってるけど音が分かってない人がいるというような台湾の研究の話をご紹介されてるんですけど、その研究者のお名前をもし今分かれば教えていただければというのは。キューさんっていう方で、ちょっと書きますね。はい、はい、すいません、私が漢字がうろ覚えなので。はい、キューさんっていう方ですね。キューさんっていうのは、キューさんっていうか、すいません、チャットボックスがどこに行ってしまったのかが分からない。チャットボックスはですね、一番下の多分シェアっていう緑色のボタンの隣にあると思います。あ、すみません、じゃあちょっと書きますので、グループでやっていていただけますか。わかりました。はい、それではですね、はい、はい、じゃあ4人ぐらいのグループに分かれたいと思います。はい、じゃあ小室先生はもし大丈夫です。ブレイクアウトに入りたかったら、どちらでも結構です。はい。メインで待機してくださって。はい。少々お待ちください。例えばですね、ブレイクアウトルームを、分けますね。じゃあ、10にしよう。はい。はい。はい。それでは、ただいま、部屋を分けますので、画面上に、ブレイクアウトへの招待状が来ましたら、参加、もしくはジョイン、を押してください。よろしくお願いします。はい、はい、大丈夫でしょうか。
ません。チャットが未だにわからない。じゃあですね、ちょっと待ってくださいね。すいません、チャットがわからない。はい。あ、今ね、はい。シェアが。わかりました。今わかりました。はい、すいません、はい、シェアを取ったらわかりました。はい。はい。あ、カール先生、わかりますか？はい、何も、その、ブレイクアウトルームの誘いは特にありませんが。あ、そうですか。ですね、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。はい。ワンサインド、ですね。カール先生は、どこにいらっしゃるのかな？あれ、変だな。今ですね、カール先生のお名前がちょっと表示されてないんですよね、ブレイクアウトのところに。あ、はい、今、ちなみに、パソコンでご参加されてますか？そうです。はい。ですね、変だな。もしかしたら私はブラウザーから、アプリを使わずにブラウザーから入ってますけど、それって問題になるんですか？そうですね。もしかしたらそうかもしれません。ありました？違います。特に言ってません。ですね、じゃあ、もし、アプリから入れれば、それでお願いしてよろしいでしょうか。はい。じゃあ、一旦ブラウザを落として、アプリを立ち上げて、はい、それで途中から、入るっていう。はい。会議室ナンバーをその、はい、入れていただければ大丈夫です。はい。はい、わかります。はい、よろしくお願いします。はい。はい。中見先生、書いておきました。ありがとうございます。はい。はい、すみません。今、村上先生とお話ししてても大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。はい。はい。あと、ちょっとですね。すいませんでした。時間がオーバーしてしまった。大丈夫です。はい。あ、今、カールさんが入られましたね。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、カールさん、じゃあ、一番部屋が、人数が少ないところに入っていただいてよろしいでしょうか。ですね、一番人数が少ないのは、6、7。あ、じゃあ、9番の部屋というところに、今、入っていただきますね。はい、はい、9番。はい、招待状出ましたか？あ、行かれたみたいですね。大丈夫ですね。はい、はい。はい。はい、あと、高崎真由さんと、エリコ・ボゾノさんと、ジョイ・ハルさんは動けますか？今、ちょっと席外されてるのかな？はい、席外されてるみたいですね。はい、小室先生、もう、大丈夫です。よくあることですから、もう本当に、はい。あ、すいませんでした。いえいえ、この後のあれで、ディスカッションと、全体の質疑と、で、調整できますから大丈夫です。はい。すいません。はい、いえいえいえ、はい。でもあれですね、本当に、随分、その、5つの地域で、あんなに、違うっていうのがびっくりしました。しかもそれが一つのパターンじゃなくていろんなパターンで、はい、ですね。あった、私もびっくりしたのでびっくりが伝わってよかったです。うん、どっか部屋に入られますか？もし、あ、いえ、大丈夫です。大丈夫ですか？はいはいはい、はい、あれがあれですよね、日本人が中国語を勉強するときにもああいう一覧表があったりすると、うん、すごくいいですよね、やっぱり、はい。はい。私がすごい役に立ちました。うん。
あ、さあちょっと待ってください。なので、はい、19分だから。OK、OK、はい。じゃあ48分ぐらいになったら、あの皆さんに戻ってきてもらう感じで。はい。あ、OK です。はい。あ、それからあのもしかしたらですね、あのあれ今誰か、あ、はいはい、あのカールさんがなんか、そうですね、出られたんです。もうあの多分別の端末で入られてるみたいだったので、はい、はい、あのもしあのプレゼンを見せてくださいとかシェアしてくださいって言われたら時々やるんですけど、あのそのあパワーポイントですか。はいはい、そうですそうです、ね、こんなのでよければ、はあ、あ、そうですか、分かりました。ちょっと手を、はい、あの、やっぱりあんまりちゃんと出典とかも書き込んでいないので、はいはい、はい、あの、そのあたりを多分ちょっと整理しないと、これでは。わかりました。じゃあ、まあ、もし仮にそういうのが来たら、じゃあ、そうですね、はい、はい。はい、あ、それで一番最後に、あの、すいません、村上さんからでもいいんですけど、私からでもいい、はい、あの、夏、トロントで、あの、トロント大学の方でする漢字の研修会の方法を、はいはい、あの、はい、させていただいて。わかりました。それ多分僕よりももう、あの、小室先生の方が直接された方が正確な あれになると思いますね。あ、すいません。はい、じゃあ、それを、はい。はい、あ、今ですね。僕なんかせっかくいろいろ、あの、書いていただいたのに、実践的な話は全くできなくって申し訳ないです。いえいえいえ、もう本当にそれは、あの、顧問時間が、ね、短いですから、はい。はい、すみません。大丈夫ですか？お風邪ですか？ちょっとですね、咳がなんか止まらないんですよね。はい。なんか今申し込みをしている人とかがいてですね。なんでこう、そうなんですか、はい。時差を間違えられたかな？そうかもしれないですね、はい。で、今ちょっとこれから、もうあれですけど、送るところです。今、あの、今申し込みをされた方に、はい。でも本当にいろんなところからアクセス、そうなんですよね、はい。私早口でしたよね、すみません。あ、いえ、でもまあやっぱりあの、あれがプレゼンが見えましたので、あとまあほとんどの方はもうあのネイティブの方が多いですね、日本語のならいいですけど、はい、これでは、はい、
深見先生、その、はい、今のバッグもバーチャルなんですか？これバーチャルです。はい。はい、はあ、そんなことができるんですね。はいはい。じゃあ、あと1分ぐらいで皆さん戻ってまいりますので。はい、はい。戻っていらっしゃいますので。はい。私はこれ今、シェアリング撮ってますよね。はい、今は、はい、スクリーンが映ってない状況ですね。はい。最後のその候補はお時間どのぐらい？あ、全然もう30秒。あ、分かりました。はい、はい、それ一応お見せしようと思って貼り付けてきたので。はい、分かりました。はい、それを止めて。あ、皆さんお帰りなさい。おかえりなさいませ。はい、皆さんお帰りなさいませ。はい、あ、はい、もうこれで皆様戻っていらっしゃいました。ありがとうございます。はい、本来でしたら各部屋でどういうお話があったのかをお伺いしたいところなんですが、ちょっとですね、今回は参加者の方も多くいらっしゃいますので、ブレイクアウトで、質問とか疑問が出て解決できなかったことがありましたら、こちらの、全体の質疑応答でご質問いただければと思います。はい、もしですね、カメラをつけてらっしゃる方でご質問のある方は挙手していただければ、僕の方で指名させていただきます。もしカメラついてない方はチャットボックスに書いていただけましたら、こちらの方でできます。あ、それからさっきの、台湾の研究者のお名前は、チャットボックスにありますが、皆さんご覧になれますでしょうか？あ、ちなみにその論文はすべて日本語で書かれています。はい、ああ、素晴らしい。はい。手を挙げてらっしゃる方いらっしゃらないですかね？ご質問の方いらっしゃいませんか？なんか挙げてくださってる方。あ、はい、じゃあ、野間千佳さんお願いします。今ミュート外しました。はい、はい、グループの方で話が出たんですけれども、最後にちょっと、はい、議論にまでいかなかったんですが、まあ、手書きもいろいろあるので、もう時計というのは、本当にこう、もう手書きの機会が少なくなっているので、そこは読める方に特化していけばいいんじゃないかというようなお話、アイデアがちょっと出まして、で、私、自分の意見をちょっと言う時間がなかったんですけれども、私が今ちょうど、介護職、看護職の、国家資格を目指している人たちに教えているので、やっぱりまだまだその仕事として日本語を使う人での中には手書きもしなければいけない人たちがいるので、ま、許容範囲、手書きの許容範囲もいろいろと教えていかなきゃいけないのかなと思っているということで、ちょっと今日の漢字圏のお話とは少し離れてしまうんですが、思いました。その辺はどうかなというふうに。はい、ありがとうございます。あと今チャットボックスの方で、事態については例えば極端かもしれませんが手書きをやめることで解決できませんかという、のと、それから目指す職業によって書く必要性が全然違うというご意見いただいてますね。はい、吉田さんがリンクを貼っていただいてますが、これは何かな。ちょっとすいません、今、リンクが開けないんですね、僕のパソコンで。はい、はい、あと他に、あ、はい、漢字圏と非漢字圏の学生が混在するクラスでピアラーニングや、ブレンデッドラーニングによる漢字の教え方で実践例などがあったら教えていただきたいという話が上がったという声が出ていますね。はい、吉田さんがご紹介してくださった本は違いがわかる対照表日本の漢字中国の漢字という、本ですね。これがチャットボックスに紹介してくださってますね。はい、小室先生、なんかその、はい、そういう漢字圏と非漢字圏の学生が混在するクラスでピアラーニングとかブランデッドラーニングだっていう、そういう実践例は何か
ご存知ですか。すみません、は私は勉強不足です、わかりません。あ、はい、すみません、ありがとうございます。はい、自分もや頑張って試行錯誤でやっているという。そうですよね、はい、でもさっきの、あの、タルキーについては、これはもう本当に日本語教育全体で広く、うん、あの、日本が始まる時期に来てると思いますけれども、私の考えを一つ言わせていただくと、あの、もちろん、あの、学習者によって、あの、日本語を学ぶ、動機も目的も、あの、用途も何もかも違うので、本当に手書きはいらないっていうのもありだと思います。ただ、あの、実際にやっぱり日本で生活をすることによって、今おっしゃったように、必ず手書きが必要な場面というのはやっぱりありますし、で、確かに手書きは減ってるんですけれども、手書きが必要な場面というのを、あの、さっきの、ご紹介した向井留美子さんっていう研究者の方も調査をされていて、手書きをするのは何かメモ書き、こう急な時にメモをしなくちゃいけない。で、それを相手に渡さなきゃいけない。とか、相手が何かこう出した書類に対して、そこにパッパッといろいろこのを書かなきゃいけないっていうような時にが、あの、あった時に、手書き以外の手段がないわけですね。その時に手できちんと相手に伝わるような文字で書けなければ、結局そこでコミュニケーションが、飛んだしてしまい、あの、暗証に乗り上げてしまうということも起こりますし、誤解も生じる。ということで、書かなきゃいけない場面では、本当にきちんと書けないと、あの、結局、意味がないということになってしまう可能性もある。なので、そういうふうなことを、こう、あの、将来的に、まあ、日本で教える、日本で生活するんだとか、日本の人と仕事をするってなった時には、やはり、どれだけ電子機器が進んでも、そういうのが、まあ、完全になくなる世の中があるのかもしれませんけれども、でもやはり、あの、今の時代では、やっぱり必要なものはある。さらに、あの、例えば文化庁の調査でも、あの、やっぱり日本っていうのはすごく手書きを大事にする文化があって、何、電子機器でこう打ったものでないと、例えば書類とかそういうものはある意味手書きで書かれても汚くて読めない、ちゃんとタイプしてくださいっていう場面もあるけれども、その一方で手書きがいい、手書きは、あの、手書きの方がいいっていう場面や、あの、そういう、状況があるわけなので、そういう文化という意味でもどういうふうに日本語教育と折り合いをつけていくかっていうのは大事かなとは思ってます。で、もう一つは、その、まあ、書けなくてもいいんですけれども、やはり、だからといって中国語の漢字を書いてもいいよっていうふうにやってしまうと、さっき、あの、アンケートなんかで問題として並べていらっしゃったの中には、やっぱり読めないとか、意味がいつまで経っても、母語の、母語の影響が見られるっておっしゃってましたけど、やっぱり、見ているものがもう完全に中国の漢字で見ていると、意味も、読みもやはりそこに引きずられてしまうっていう、ことがあります。なので、実際に手できちんと書けることを、まあ、どこまでやるかというのとは別に、まあ、その日本語の漢字がきちんと認識できる、書けるっていうのは、また別の問題として、考えて、一人一人が多分考えていかなきゃいけないことかなというふうには思っています。はい。はい、ありがとうございます。今ですね、ちょっとあの、台湾の研究者の名前が見えないっていう方がいらっしゃったので、今もう一度すみません、あの、僕の方からペーストいたしました。はい。はい。はい、はい、それと、ですね、はい。あの、今、猫ちゃんがいらっしゃるんですね。すいません。はい、はい。はい。とても可愛らしい猫ちゃんが。はい。はい。あと、じゃあ、今は他に、あの、ご質問の方、ちょっと待ってくださいね。あの、病院の問診票とか、あと試験で手書きで書かなきゃいけないから、はい、という話が今出ているところですね。はい。時系の、はい、多分そのリンクを貼られたのはこの本じゃないでしょうかね。ああ、そうそう、それです、それです。はいはい。はい、こういう本もあるにはあります。はい。はい、はい、なるほど。はい。はい、あの、日本人が中国語を勉強するときも、あの、参考になりそうですよね。そうですね。はい。はいあと5分ですが、最後にちょっとこちらからの案内などもありますので、できれば、じゃあ最後の一人、もしいらっしゃいましたらご質問を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。挙手でも構いませんし。手を挙げてくださって。あ、はい、それちょっと漢字読めないんですが、中国の方、チャンさん。あ、はい、はい。あ、今ね、じゃあミュート外しますね。はい。どうぞ、うん、はい、はい。はい。
すいません。はじめまして、張と申します。はい。修士の2年生で、子供に漢字を教えてます。日本語の漢字を教えてます。前にも、先生の論文を拝見して、調査、確かにアメリカで7名の中国人に対して調査を行いまして、で、なぜ最初から、母語の影響を、確かに母語の影響を、調査する目的だと覚えてますが、なぜ、母語は、日本語の学習歴のない中国人を対象に、調査を行ったんでしょうか。あ、私の調査ですね。はい。斜めの、母語を習ってない中国人に対象に調査を。はいんですね、でなぜ最初から、全く日本語を習ってない、中国人を対象にしたんですかな。それは日本語の、日本語の、はい、習得されている日本語の知識を、はい、なんか日本語の知識がまるで全くない母語話者の方が日本語の言葉を見たときにどんな風に解釈されるかっていうのを知られたかったんですね。はい、ああ、そうですね。私も、はい、自分の論文にそういうふうに行いたいですけど、なんか、先生、自分の指導教授にどういうふうに説明するか、ちょっと困ってました。なんか、はい、多分私自身の調査する目的が、シンプルではっきりしていないかもしれないですね。わかりました。すみません。ちょっと個人的な質問になってしまいました。大丈夫です。進んでくださってありがとうございます。はい。あと、はい、さっき、時間ですか。すみません。すみません。今日の、小室先生の話に関する質問でしたら、どうぞ。はい。はい、さっき、見てわかる感じとかも、そうですね。確かに、実は、そういう例も子供の方に反映されてました。勉強しても、わかるから、じゃあ、特に書き練習を怠けて、やらないことも起きてます。あと、はい、その逆に、日本人の子供が中国の漢字を読むときも、推測できると推測できない漢字が出てきます。なんかそういう現象も、小中学校にあるっていうことが、ちょっとシェアしたいです。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。はい。それではですね、実は、漢字に関する、研修会がトロントの方で今度あるんですよね。はい、それをちょっと小室先生の方からご案内していただけるということです。今日は本当に短い時間でこう早口でまくし立ててしまって、はい、皆さんがいろいろ実践的なことで質問してくださって、書いてくださっていたのに何もきちんと答えできなかったんですけど、実はトロントで今村上さん先生がおっしゃってくださったようにこういう、イベントをします。トロント大学とそれから、交流基金トロントさんとあとは JSLK っていうのは日本の漢字学習研究会という、漢字学習日本語教育の中での漢字学習を考えていこうという、研究会です。ここの3社の共同で、共催で、振り返ろう漢字教育教室でこそできる漢字学習に向けてということでレクチャープラスワークショップのイベントを8月の17、18、1日半になるんですけども、行う予定にしております。もし、お時間が、都合がつくようでトロントにいらっしゃれることがあれば、ぜひいらしてください。参加費は無料です。はい。なので、ここでは実践的なお話をさせていただこうと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後に、主催者の方から2つ、お願いがございます。1つはご案内ですね。次回なんですが、カナダ東部時間で、6月24日の月曜日の午後8時から、トロント大学のですね、有森潤太郎先生をゲスト講師にお招きしまして、日本語教育とジェンダーに関するお話を、伺う予定になっております。まだですね、申し込みのページとかできてないんですが、準備できましたら改めてご紹介いたしますので、ぜひご関心のある方はカレンダーを開けておいてください。なお、日本時間では、6月25日火曜日の朝9時になります。はい。あともう一つはアンケートですね。先ほどですね、チャットボックスの方に、アンケートを、すいません、はい。
アンケートの URL を、すいません、ペーストしました。すいません、ペーストしましたので、はい、ご記入をいただければと思います。はい、でもし iPhone とかで、今ご参加の方は、この後ですね、ご参加の皆様にこの、URL をお送りいたしますので、そちらでご記入くださっても結構です。はい。はい、それでは本日はこれで、時間になりましたので、終了とさせていただきます。じゃあ最後にチェックアウトとして一言だけチャットボックスにご感想を書いていただければと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、録画の方はここで終了とさせていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ご参加ありがとうございました。はい、失礼します。